今日はこのダルマパターンブックのサマーウェアから編んだフラワーエンブロイダリークロッシュバッグを持ってさくらんぼ狩りに行こうと思います。編み終わって完成してからまだ1回も外に持ってったことはなかったので、今日初めて持ってお出かけに行きます。中がそんなに入らないので鍵と財布がいつもはこれなんですけど、前使ってたこっちに入れ替えようと思います。あとハンカチとティッシュ、あと最近の編みかけ、ふうさんのいろは鈴色で編んでいる編みかけを持っていこうと思います。この最近使っているプロジェクトバッグはお店でオリジナルのプロジェクトバッグを作りたいなと思って、いろいろ調べてたら、いろんな素材とか大きさがあってサンプルをいただけるってことだったので、何種類か気になる大きさと素材を頼んで、これがね気に入った大きさと素材なんですけど、ちょっと実際に使ってみようと思って、全然ね何も絵描いてない巾着なんですけど、気に入っちゃって最近はこれをずっと使ってます。この中にはねこの編み物ポーチも入ってます。編み物ポーチとちょっと目が落ちちゃいそうなので針ホルダーもしていこうと思います。こんな感じです。こんな感じでキーケースと財布とハンカチ、ちり紙と編みかけが入りました。
今日はさくらんぼ染めをやっていこうと思います。で今日は初めて草木染めでこのねスリモヘアも染めてみたいなって思ってます。どうやってねやろうかまだ考えてるんですけど、ね、初めてなので楽しみです。今さくらんぼのヘタから染液を取ってます。で今これ2回目なんですけど、1回目で取れた液は結構真っ赤な液が取れました。今さくらんぼと同時にマリーゴールドも始めました。モヘアをさくらんぼのヘタとマリーゴールドを2色使って染めたいなって思ったのでやっていこうと思います。マリーゴールドに出してから3時間ぐらい経ちました。実際に火にかけてたのは30分ぐらいで、その後蓋を開けてこうやって酸化させたら色が濃くなりました。マリーゴールドとさくらんぼの染液をこういうダイソーに売ってるソースのボトルに入れてスリをね染めていこうかなって思ってます。こっちはさくらんぼの染液です。ちょっと色を見てみようと思います。こんな感じでかなり濃い赤になりました。これはこのさくらんぼも今3時間ぐらいちょっと蓋を開けて空気に触れさせていました。結構いい感じの赤に色が変わったので、今また温め直して糸をね実際に入れていこうと思います。こっちはマリーゴールドで、こっちはさくらんぼの液を入れてきました。ちょっと熱いからこうやって持とうと思います。Thank you.